はい、どうもすけです。フォールガイズやっていきたいと思います。シーズン3ということでね、よろしくお願いします。ウィンターのスポーツ、ウィンタースポーツモード、やらせていただきます。マッチングがめちゃくちゃ遅いっていうね。まあ、人が少ないんですかね。さあ、4択ロースがいっぱいおる中、俺バナナで目立ちすぎっていうね、もう食われてしまうんじゃねえかっていう。しかも、一番いい枠引いてるし。一番ほら、めちゃくちゃ痛い!めちゃくちゃいい枠引いたな。さあこのメリクリ BGM に合わせてね、頑張っていきたいな思いますけどね。さあこれはボクサーをかわしていきましょうか。ダイレクトパンチ吹っ飛んでいく、これ場外まで吹っ飛んでいくんかな、下手したら。ちょっと慎重に行こうか。そこまで慎重にならんでもいいんかな。で真ん中のスイカパンチ、まあ、こっちからいきますか。アーチを描くレインボーアーチでいきます。結構余裕やな。扇風機かわしてゴー。うわ、なんか捕まってんな。あ、扇風機でもちょっとあれかな、ノックバック食らうぐらいか。そこまで問題ないですね。やべ、生おーおーおーおお、あそこはもうほぼオートやな。スキーフォールですね。穴に飛び込んでポイントを稼げということでですね、やっていきましょう。さあシルバーが2点、銅が1点かな、金が3点かな。この輪っかにね通っていく。生ダイブで小さい穴が、やっぱ大きい方狙わなあかんな。穴小さいとあのぶつかってまう。さあ金行こう。金いけるか、届くかあれ。あ、届くな、案外高度いっておお、なんで。さあこれしっかり、もう最初はもう銅でいいや。でシルバーでいい。あー、生スルーか。いや、なんで2回復活すんのやろな。ちょっとスピード乗っちゃうからな、どうしてもここな。ここがどうしてもスピード乗って落ちちゃうんで、これでどう。オッケー、ここはちゃんとジャンプすれば多分届くと思うんですよね。オッケー。であと2点か、早いな。なんか生ダイブからあとどれでもいいから通そう。オッケー、通ったね。オッケー、ブルブル登山ですね。氷で覆われたやつをてっぺん目指せ。了解です。さあ、おお、かっこいいな。なんかいろんな角度からかな、いろんな角度からってことか。各部門ってこと、いろんな部門各自すごいな。え、これも跳ねられたらやばいとか。うえ、やばいんや、やっぱり。危な、ギリギリ前で受けたからよかったけど。しかもこれ17人までやからかなり厳しいぞ。シビアな戦いや。さあ前にすでにもう結構いってんで、これ間から落ちたら嫌やな。 OK、 しんがり着陸してダイブ OK。 これを雪玉来るけどどうだろう。雪玉来たらイン入ってって感じか。で基本外回そうか。でイン入って避けて、うん、この雪玉来たタイミングだけ、まあ、ちょっとぐらい雪玉当たってもいいか別に。うわー、やっぱそこ当たったらあかんねんな。雪玉を後ろにレシーブ、どう、これで順位的にはどうなんやろうね。うわ、勢いが、うわー、すげえ回された。もうゴール知らずおるからな。かなりきついか、こっちか。いや、かなり余裕やな、思ったより早かったな。うおー、後続さっとめっちゃ来るやん。サンタクロース大丈夫か。ペンギンチェイス、ペンギンにしがみついて味方チームのポイントを稼げです。さあペンギンさん、おっとおっとおっと、真ん中にしがみつきましょう。真ん中におるぞ。あ、出たペンギン、どこ行った、あれ、あ、おった、ペンギン。黄色チームに取られる、こういうのはあかん、単体だとしたらあかんよね。だからしっかり取って、よしよしよし、これ勝ったんじゃん。やばい、よし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 、これもう単体で逃げたらいいだけやもんな、これ。ほら、もうずっと走ってたら勝ちじゃん、これ。逃げろ、インコース回って、手長、大丈夫、ペンギンは俺が守る。よしよしよし、かわしていく、鮮やかやな。俺がだって持ってるだけでこれ1秒ごとに点入んのかな、これ。よし、ちょっとこのペンギン僕のですから。俺です。いやー、赤にしがみつかれてる。俺、
じゃない。持ち逃げよう。よっしゃ、ナイス。オッケーオッケー、よし。俺が単体で逃げてるから、かなり有利。よし、ここで一気に、サイドチェンジを行う。うまいな。鬼ごっこってことやろ、だから。赤に捕まったけど、でも弾いた後にまた掴めば全然大丈夫なんで。弾いた後にしっかり掴んで、あ、つまずいちゃった。あ、ペンギンあいつ、小さいからどっか行くんや。青いと一人サボってんな。認めがたいな、それは。よし、あいつら仲間で取り合い。飛んだところをしっかり。ゴー!ペンギン!よし、掴んでるぞよ。かなり俺仕事したからな、今回。もうだいぶ青チーム勝ったんちゃう?ほら、もう100点とか言ってんもん。よし。俺は負けねえ。仕事する。働き者なんだ、俺は。いけ。待て待て待て。掴んだ。うわぁ、手長いな。どこ行った?終わりやろ。オッケー。さあ、ファイナル、パキパキアイズですね。割れやすい、これの上から落ちるなです。さあ、うおー。広いな。広くて綺麗だ。スタートー。まずはこんな感じかな。ペンギンスライド。さあ、まず大外ぶん回しらせるから、次捕まえて落とす。それはできんのか。あ、いきなりもう穴開いてるやん。なるほどね、これ同じとこで居座って、もう深く穴開けちゃうってことか。もうとりあえず落ちないように粘ろう。粘りが大事。よし。さあ、まだ誰も落ちてない。まだだってまだな、深くないもんな。どれぐらいの感覚で割れんのやろな。乗ってたら、あー、そんな感じか。触れるだけでもヒビ入んのかな。触れるだけでもヒビ入んねや。よし。さあ、ここでがっつりとこうやっていくと。危ない。よし。さあ、もう二人落ちてたりするよね。最後がちゃんとしなあかんのな。最後は、まあ、あんまり被らないように。あ、だからここ今とか端っこでいいんじゃない?居座って、端に居座って休憩して、で、ライン切られたら負けるんで、まだ居座るかな?緊張するな。こっちかな。今、俺の方人少ないからな。ただ、奴が来るんでね。危ない。ちょっと迷ったら負けるな、これ。どっち行こう。危ない危ない危ない。めちゃくちゃ慌ててんねんけど、俺。やっぱ慌てるよな。あんま分からへんし。ゆっくり使った方がいいんかな。あ、でもこっち人はもうおらへんな。こうか。ちょっと怖いな。どこまで耐久できんの。とりあえず、奴に挨拶して。あいつこけてるぞ。あと、勝ったんじゃない?やった!優勝しましたね。よっしゃー、ナイス!ありがとうございます。さあ、最高峰からですね、ツンドラダッシュ行きましょう。連続1位になるかですね。まあ、なかなかあれやな。うん、楽勝だな。ホールガイズに関してはもうセンスだけで突破できるんで、楽勝。行こうか。そんな難しいゲーム違いますからね、これね。簡単です。お任せください。あんまり負けるくせえへんもんな。まあ、最後のあれが難しいけどな。パキパキアイスはちょっとな、むずそうやけど、それまではちょっと、もう楽勝ちゃうか。俺の動きがだってもうね、ズバ抜けてるもんな、ほんまに。あの、ペンギンのさ、捕まえずにしろ。何にしろ。安定しすぎちゃってるというね。これも楽勝っしょ。ここで受けたいだけ。オッケー。もう一回受ける。オッケー。こうやって落ち着いていけば、もう何でもできるんで。これはぽよーん。で、ゴー。オッケー。ナイス。さあ、スキーフォールですね。穴で稼ぐやつです。行きましょう。まずは銅メダルの大きいやつ狙いましょうね。うわ、マジか。いきなりから畑落とすか。いや、耐えたわ。それ、これ待った方がいいよな。待ってから金取ればいいだけなんで。いやー、まあこれはまあ、しょうがないな。足が滑るんでね。足場が滑るから、他の人間とぶつかると結構干渉される。今のうまいな。今ので2点取ったんじゃん。逆側から点取ったんじゃん。そんなことできんのかな。逆側から点取るおしゃれムーブ。シルバー。ちょっと待って、無限ルーバーいる。生。
いやー、他人に当たるな。他人に当たると厳しい。シルバー、これあんま真ん中に寄ったらあかんな。真ん中に寄ると、あの、当たっちまうあれに。シルバー取って、で、端から抜けて、で、生ダイブでしょ。で、最後はもう、なんでもいいから、こう適当に枠入りゃ勝ちや。オッケー。ブルブル登山ですね。スタートー。さあ、まず、あ、ボクシングがあるのか。危ない危ない。ボクシング気づかなかった。これ一番弱からスタートされちゃう。めちゃくちゃいいやん、これ。最初何の障害も食らわずにさ、いけたな。障害物なしでしたから。やべ。ここで下るっていうね。落ちないで。危な。オッケー。さあ。オッケー。まあまあまあ、ってところですかね。ジャンプからヘッドで。みんな早いな、あいつら。コインコース回ってもいいけど、でもあれやな。